にちは、アスカです。なんかお昼寝してました、アスカです。今日はですね、宇宙、なんていうんだこれ、宇宙食か、宇宙食3つを初めて食べてみた。なんかこれだけ上行ってした、上行って、あ、全部上か宇宙食を初めて食べてみた、宇宙食初体験ですね。エビグラタン、プリン、たこ焼きです。なんかあの、どんなやつなんだろうって特に重いやつを買ってきました。それではスタート。今日のあるある、今日は姉妹あるあるです。小学校6年生ぐらいになったら、小学校6年生中1あたり、まあ子供の頃ね、やたらと一人部屋を欲しがる、ね、姉ちゃんと、この部屋は姉ちゃんと使ってたんですけど、姉ちゃんが一人暮らしするまでお姉ちゃんとこっちがお姉ちゃん区域の区域でした。ですねあの、今は一人でね、悠々と使ってますが、はい、出ていくまでここは二人で一緒に使ってました。まずプリンから開けたいと思います。お、やべえ、中はね、取り出す前に中はね、こんな感じになってます。じゃあ早速食べますわよ、いただきます。うん、噛めば噛むほどプリンです。なんか歯にくっついちゃった取りながら次に、じゃあエビグラタンにしようかな。エビグラタンといえば冷凍食品のエビグラタン、小学校の頃大好きでした。今も好きですけど、なんかよくエビグラタンの冷凍食品は弁当、小学校の頃なんかみんな弁当の中に1個入ってたぐらい人気で、私は大好きでした。そんなエビグラタンは、ああ、こんな感じです。はい、そのまま食べるか。じゃあいただきます。ちょっとカバンの中に入れてちゃってたから、私カバンの中すごいことになるから、ね、綺麗にしようと思って、一日後元通りに綺麗にしようと思ってカバンの中整理しても、一日後元通り汚くなって、レシートとかね。はい、いただきます。うん、噛めば噛むほどやっぱエビグラタン、スナック菓子みたい、うまい。でもビールと合いそうじゃない。じゃあ最後たこ焼き食べる、最後たこ焼き食べるよ、長澤くん。もうたこ焼きはこんな感じになってたよ、長澤くん、食べるね。今日の夜ご飯にもたこ焼きあるよ、長澤くん。いただきますよ、長澤くん。なんかたこ焼きっていうよりお好み焼きの味がしたけど、まあソース濃いめで美味しいです。これあとはね、やっぱビールと一緒に食べたいと思います。はい、主食ってプリンがカロリー50、エビグラタン70、エネルギー、たこ焼き91ってカロリーが低い方でじゃないですか。そうか、でもこれスナック感覚で食べてたけど、これおかずなんだった。美味しい。